はい、皆さんこんにちは、ワナリングリフリッシュです。では今回はパワプロアプリ全力学園高校で投手の育成をやっていきたいと思います。例によって投手の先発で SS を狙うということで、デッキはご覧のような形にしています。激闘友沢、あとはサンタ立川ちゃんに虹谷、ここまでが後ろ組ですね。で、前が神楽坂くんに私服のガマ口で、運よくルシファーの PSR のプラゴを借りできたというところです。で、基本的にはもうこの私服ガマ口を入れている理由は、告白1回目をスルーして玉持ちをもらいたいと。これシナリオ固有のディレードアームのコツの改弁になっているの、改コツになっているので、それを取っておきたいなというのと、あとガマグチちゃん、私服ガマグチちゃんは世渡り上手くれる可能性があるので、まあ、そこにかけていくということで、まあ、本来だったらコントロールの上限アップ持ちの角田ちゃんを入れておくとね、査定効率がすごく良くて SS 作りやすいんじゃないかなと思うんですけども、今回は、まあえて私服ガマグチちゃんを投入して世渡り上手を確実に取れないものを狙っていくという形でやっていきたいと思います。で、私服のガマグチちゃんはですね、解放が全然進んでいないので、今回はご覧の招き猫プラス恋愛上手のお守りを持ってきています。では早速育成始めていきましょう。まあ、最初は何をやってもいいんですが、まあ、不足する可能性が高い精神イベント、精神骨、精神練習ですね。精神のポイントはできるだけ節約をしていきましょう。で、前半はガマグチちゃんをとにかく追い回して、監督が出てきたら監督を追い回していきます。で、当然監督の評価はマックスプラス逆境ゲージは7回マックスまで貯めたいので、ある程度リスクを負ってでも逆境ゲージダメに走りましょう。ここは1人ゼフ城がいるんで、確実に15逆境ゲージ貯めていきます。ガマグチちゃんの1回目の告白が早く来ないと話にならないので、とにかくガマグチ多いですね。でも 30% ぐらいまでだったらガリガリ踏んでいく感じですね。練習を仮に失敗しても逆境ゲージが溜まるんで、御の字ということです。まあ、ルシファー僕はねプラ137までしか持ってないんですよね。これも上げるの事実上不可能ですからね。イベントの上位報酬の中ではね SR の大丈夫博士像をもらえたりするんですけど、そこまで食い込めることがまずないので、復刻でもしない限りもうルシファーは37から上がることがない。これで1回目ようやくかな。で、我慢口はもう完全に乗ってるんで、あとは告白待ちですね。早く告白が来てくれというだけかな。ここからも監督も積極的に追い回していかなきゃいけないんで、まあ、最悪世渡り上手が失敗する可能性も十分にありますからね。あー、間違えた。カツを入れちゃったよー。
ーこんなミス、こんなミスするかだ。いやーショックでかいわ、こんなミスするっていうミスだ。あ、もう投げててもしょうがないな。ドクター K は取れなくなりましたけど、で告白ですね。これは1回目はスルーします。いやーちょっと待って、本当に何やってんだって感じだな。ちょっと言葉を失ってますけど、しかも微妙な言葉がいっぱいくれるな。ちょっとどっかで巻き返していかないと。ここは一回寝ましょうか。体力を回復しておいて気持ちを新たに練習に励もう。まあ、ここで告白、なんか全体的にあんまりいい流れじゃないな。これでまあ玉持ちは来たので予定通りですね。あとはその他のメンバーも早めに乗せてあげたいな。ここは人騒がせで最低でも打たれ強さのコツをもらうということでやっておきましょう。んでここは栄養ドリンクを飲んで体力の上限をアップ。ここは監督かな。友沢も全然上がってきてないですね、評価が。そろそろね、ガマちゃんの世渡り上手が来てほしいんだけどな。うわ、まあいいか、ここは最悪こうなることも想定なのでこのまま行きましょう。いやーこれやりたいけどさすがに勇気ないな。いやーでもどうする、内容的には微妙だよね。やろう、半ばやけくそになってますけど。いやー返す返すも虹谷の金徳を間違えるとはな。ここはデート一回しときましょうか。もう本当に我慢口のそろそろ世渡り上手イベントが来てくんないと監督が最悪間に合わない可能性あるな。大凶でもいいよ。よし、ちょっと待って、大凶でも何もつかないパターンだっけ。となると全然嬉しくなかったけど、まあしょうがない。やっと来た、頼むぞ。うわー失敗したか、すんなな。ちょっともうこっからは監督最優先で追っていかないと間に合わないですね。世渡り上手ありきで
進めていたので、ここが体力上限をアップしておきましょう。あとでっかいタッグも来ないと厳しいですよね。友沢がまだ乗ってなかったな。ここはコントロールのコツが欲しいけど、くれる？くれないの。全ては虹谷の選択肢を間違ったあたりから崩れ去ってるからだ。まあここはいいでしょう。普通に練習成功してくれてた方がもちろん嬉しいで。うわー、出た出た、出ましたぞしょうがない。想定でがいいだけど、パルスを倒せよ、使っちゃうか。何よりもね、監督のコツが、コツじゃない、評価がマックスにまだまだ程遠いですからね。ここなんとかさばいていかないと。あとはでっかいタッグが2度3度と来ることを祈ろう。練習はね、もう1回2回ぐらい失敗してもいいなっていう感じでいきましょう。2回目かな。監督の評価と大きいタグだ。 18% で失敗するか。全体的にいけてないな。このタイミングでできればね、逆境ゲージがガツンと来てない時に来てほしかったんだけど、まあ、ここはデートをこなしていきましょう。なんか全体的にタイミングが全部悪すぎるな。そろそろ経験値もさばいていかなきゃいけないですね。しかも乾燥してたし、
いやー全体的によろしくないな。コントロールのコツも全然来てないからね。監督になり、まあ、デートしよう。一流は一流を知るパルスを正せ。あとセニハラのコンボもちょっと使えなそうですしね。サボり癖、パルスないし。もういつサボり出してもおかしくない状態だから。おお、パルスが来たー。し、サボり癖も治ったー。いや、経験値は絶望的だな。この時点で、逆境だと6000、7000は来ますからね。ハマってれば。まあ、ここで根性をもらいましょう。監督の評価もちょっと本当に危ないな。やっと5回目だしね。ここはもうセニハラを1個使っちゃうしかないかな。いや、マグレを使って怪我率ゼロにして、で監督評価をこれでマックスになってるかどうか確認しよう。なってるね。ここは今逆境発動中なんでいいでしょう。あとはでっかいタックだよね。でっかいタック、でっかいタックが来てくんないと。いやー3人タッグだけど微妙だな。これで多少マシになった。いや、コントロールのコツ来ないね。ロングタイム一流セニハラパルスを正せあるから、一応コンボは叩き込めるといえば叩き込めるな。ちょいちょいたるんでるね、このカンストさせちゃうあたりは。どうする ?66% でしょ?なんかあると吹っ飛んじゃうから。ちょっと困ったな。いや、本当に悩む。あと10ターンでしょ?これ 66% まで来ちゃってるから、ちょっとコンボを使うのは無理だな。もう
そうなると正攻法でやる必要があって普通に使っていきましょう。いや微妙だわ。微妙すぎる。これは次タッグが来るの？祈ろう。頼む。タッグ来てくれ。来たー。待ってましたー。これを待ってたんですよ。これでちょっとは挽回できるかな。ちょっともったいないっちゃもったいないんですけどね。せっかく逆境ゲージを大幅にガツッと上げられるチャンスなんで。技術が飛んじゃうかな。ちょっとじゃあさばいていきましょう。距離の切れ味も取っちゃおう。ど根性も取るしかないしね。リリース、脱散取ってさっさとコントロールのコツもらっちゃおう。こんなとこかな。ちょっとやっぱり想定してた精神ポイントが足りなくなってますね。ここはしっかりピンチャン、いや、しっかりピンチャンだな。で、多分このままいくと間に合わないと思うんですよね。7回目が3回目までに、残り3セクションまでにって言った方がいいのかな。となると、いやー、でも一応残しとく。あとは技術がめっちゃ余ってるんで、ムービングファーストでさばき、対左打者とかでも使っとく。できればあんまり使いたくないですけどね。先手必殺も取っちゃおう。こうなってくるとディレードアームの骸骨玉持ちプラゴとかレベル5にするか、どっちかって言っててもあれかな。普通の魂の打たれ強さを5まで上げた方がいいかなって気もしますね。もう1回2回大きいタッグ、残り回数少ないけど来ないときついよな。うわ、打たれるか、危な。まあ確かに球速はそんなに速くはないですけど、変化球とあとは土地の力は充実してるんで、そうそう打たれるピッチャーでも待ってないんだけどね。打たれんの？いやー、やってくれるな。まあ、ちょっと反省点の多い。サクセスに。なっちゃいましたけど、ここはもうめんどくさいんで三振取っちゃいましょう。結構こうやって見ると打たれてるな。でもこれもワンアウトランナー三塁一塁でしょ。三回表で
打たれるね。コントロールどこまで上げてたかかなと。おっと、今チャレスタやってるんでリアルスピードに慣れてるとちょっと打ちづらいな。2時間の金曲、選択肢間違えたの本当に痛いよな。あとは青春ポイントが足りてないのでそれをどうカバーするかですね。そのデッキの改善っていう意味でも言うと、もうちょっと精神を貯めるキャラ、 PSR プラゴのルシファー以上にいいキャラっていないよね。これどっち行く？精神をくれるかコントロールのコツ狙うか。コントロールのコツくれない可能性あるからな。ここはこっちにしよう。逆境ゲージ的にちょっときつくなってきてるな。残りがどうする？ちょっと大きいゲッジダメしないと危ない。うわ、打たれ強さのコツ欲しかったから消しとけばよかった。いやー、もうここはサクッとにさせてください。困ったな。でもどうする？40ゲージはもらえるのは確実にもらえるものの、残り28が足りないですね。全力学園先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で宝、第2球打たれたか。三遊間ライナー破っていった。広田商業初回先制。あとはもう味方にすがるしかない。やっぱりサクッとだな。55もらったしね、オール55。これで10もらえたよね、確か決定ページ。13か。で45ってことは、ここでどうする？40確実にもらえるから40確実にもらいに行こう。パルスを正しちゃうか。いや迷うな。どうする？行くのは行くでしょ、もうこれ確実に。なんであとは
どこで何をもらうかというだけの話で、そうだな、タルチャか。これで体力をマックスにして、ちょっと待って、しまった。自分がそもそもやる気が普通だから何も起きなかったんだ。うわー、こういう細かいミスもちょっとね、反省点として直していかないとな。貴重なターン無駄にしましたからね。あ、でもこれでいった、これでいったね、なんとか。もういいや、使っちゃおう。 でっかい卓が来てくれることを祈りましょう。ポーカーフェイス、いや、ドクター系取れなかったの本当に痛いな。全力学園先制のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で初球を打ち、打たれるかこれ。完全に打ち取った当たりだけどね。第9球初球空振り、第2球内角低めに送ってストライク、また味方の逆転かけるしかないっていう。味方の打線もね、そんなに期待できる打線じゃないからな。しかもクリーンナップか、敵は。追い込んだらもう、躊躇せず、三振を狙っていっちゃうでしょう。空振り三振。右バッターボックスは4番、小野田。今日の第1打席はスイングアウト、ボール。第2球、アウトローを見送ってストライク。第3球を、まっすぐ見送ってストライク。ワンボール、ツーストライク、追い込んでいます。外角低め、見逃し三振。大門。さあ、そろそろちょっと点を取ってくれないと心配になってきますね。今日はライトフライと三振。第3球、外角低め、空振り三振。さあ、このピンチで迎えるバッターは小野田。ここまで2三振といいところがありません。ファールボール。投げました。見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を見逃しの三振。味方の打線は完全に沈黙、沈黙してるな。第2球、2球目ストライク。さあ、2ストライク追い込んだ。投球がこれから3球。インロー、空振り三振。今日2三振の土屋、ここまで2打席連続三振。第2球、2球目ストライク。これで追い込みました。第3球をインロー際どい球、ボール。投球これから4球目。第5球、インコース低めいっぱい、見逃し三振。ここは待ってくれ、全力マジか。ピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で手塚。さあ、次の投球、ここを抑えるからなんとか。投球はこれから3球目、打ったファースト、点取ってほしい。一塁キャンパスの手前、取りました。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。投げました、初球、大丈夫だね、危ない危ない。ダイモン、危なぁ、本当にやべ様様だな。ちょっと手抜きサクセス感がありますけど、ディレードアームも取れたんで、全体的にはそうそうひどいものにはなってないと思うんですよね。どうする、ここもう一回一回ラストにかけたいよな。もう一回練習来るんで、
その練習ででっかいタックが来ることを祈ろう。ディレイダーもやっぱり結構重いな。でももう取っちゃおう。どっちかっていうと打たれ強さの方がきついですからね。精神ポイントが不足してる今となっては。点を取られなければ負けない。全力学園先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で大金、大金持ちごとき、しかも絶不調だし、ここは面には面をで三振で確実に切り抜けましょう。あとは味方が点を取ってくれる、それを待つしかないからな。1点でよし。おーい、全力学園ピンチを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面、大金第1打席はスイングアウト、しかもノーアウトか。投げました、打った、おっとヒヤッとするね。この下位打線8、9は確実に打ち取ろう。で1番は全員やったか。そんなに怖いバッターじゃないですからね。3球勝負に行こう。よし、これでスリーアウト。5回岩井か。さすが岩井って感じ。これは絶対打たれたくないからな。ちょっと慎重に勝負していきましょう。パピヨンか、ちょっと怖いな。際どいところで勝負していくしかないな。一旦インハイでインコースを意識させた後、入ってくるスライダー、よし。ちょっとね、1点は岩井で打たれたタイムリーはもったいなかったかなって感じですね。さあタッグ来い、タッグ来い、来ない。最後のタッグは来なかった。あとはコントロールのコツをくれるかどうか。最後の最後ですね。もうコントロール上げる余力は残ってないけど、いや精神がやっぱりちょっと足りないですね。精神をこれ以上に貯めるための、かつ SS を狙える駅をちょっと研究していかないといけないかな。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で菅原流し打ち、ファール。パワー S は当たると怖いんで三振を取っちゃいましょう。バッターはピッチャー無敵。第9、これは引っ掛けた、これは内野ゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。初回は0点で立ち上がりましたね。全力学園、ここはなんとかしのぎ、1塁がもうパワー S かな。ちょっと怖いからな、パワー S は。基本低めで勝負ですね。第3球を打った、ライト前進してくる、掴んでこれで3アウトになります。2塁、
と打たれてる。これはシングルヒットか何からかツーベースを打たれてなおノーアウトか。ただこっから下位打線に入っていくんで確実に、うーん、セーフか、一塁やられたな。一番嫌なこのノーアウトランナー三塁一塁。当てられた、ゲッツーはいける、よし。まあゲッツーでしのぐ方がいいでしょ、ここは。問題はここだよね。ネクストバッターサークルに控えているのは市村。第3球を、うん、パスボールか。そして今拾い直した。いや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 、さあ4球目三振。至って普通のストレートなんだけどね。まあ、フォーク系も落ちるボールだとパスボールはあるかなと思うんですけど、ここも同点で止めないと。何が投げてるの。ずっと1回表だけど。ど根性持ってるからかな。ちょっと画面が大きくなってるな。録画をね、スマホの機能でとかスマホの中でやっちゃってるんで、少しね重くなってきてるんで、バッティングとあのもうセンシティブな状態になっている。ナイスピッチングエリアは結構止めるのがね難しいんですよね。うわーっと、セーフだね。ここはもう三振を取った。勝ちきれないか。おお、追いついた。いやー、なかなか劇的な幕切れだな。ちょっと大きいタックがあんまりなかったっていうのと、金徳を間違えたというところ、あと精神ポイントが足りないねっていうところ、まあ、反省点は多かったと思うんですが、まあ、その他ね、デッキとかに関しても含めてお気づきの点があれば動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで教えていただければなというふうに思います。トムトムさん、トムトムさんとフレンドになりたかったな。さて最後の割り振りだけど、金属は全部取ったよね、取れるやつは。なので基礎能力上げてく。ただ精神ポイントが足りないっていうのを念頭に入れて、いや変化球ポイントも使えねえわ。そうなると精神をあまり使わずにするものを中心に取っていきますか。こんなもん。なもんですかね。ちょっと反省点は多かったかなと思うんですが、これで S6 ぐらいかなと思うんですけど、どうだろう。 S6 だね。はい、というわけでちょっとね、ミスだったり不運だったり重なった部分もあったと思うんですが、お気づきの点があればご連絡いただければと思います。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。